この島はあんまおすすめせんな。やらかした。トメツです。皆さんこんにちは。ということでですね、今僕はタイのプーケットにいるんですけども、はい、今日はピピ島ツアーに参加してみようと思います。はい、でね、朝8時に、バンがホテルに迎えに来てくれて、もう早速ね始まってるんですけども、はい、ピピ島ツアー、はい、どんなもんかっていうのをね皆さんにお届けできたらええかなと思います。ということで行ってみよう。これが僕の朝食です。バリネタ、バンの中でバリネタ、中身すっかすかやけど結構サクサクしててうまいオレンジジュースやな、うまいわ。全く説明聞いてなかったから何するか分かんないですけど、とりあえずフェリーでどっか行きます。これが海ノク島ですね。何するんやろ。はい、海ノクアイランド着きましたということでですね、着いたんですけども、とりあえずね、なんか1時間なんか自由にしとけみたいな、なんかね、この中にいっぱい屋台があったりとか、あとはね、なんかこっちでマリンスポーツができたりみたいな、なんかオプション料金を払ったらなんかできるっていう感じですね。だいたいね、このバナナボートとか1人800バーツで15分、4000円で15分、結構いい値段ですよ。ジェットスキーのやつとかね、20分で1200円、6000円ぐらいで値段すんの。何これ、太陽の周りに虹ができてるぞ。なんかこうやってなんかね、ビーチ沿いに休めるところがあるから、ここで休みながら飯食うってのもいいっていう感じかな。フルーツシェイクとかね、料理もね、150バーツとか180バーツ、200バーツぐらいする。だいたい1000円ぐらいしないけど、まあ観光地ってのもあって、やっぱちょっと高めですね。だいたいその観光地じゃないところの屋台とかってね、50バーツとかでシェイクは売ってたりね、こう食べ物も70バーツとか売ってるんやけど、2、3倍ぐらいの値段はしてんな。これトイレなんですけど、トイレなんと20バーツもします。100円、高っ。How much coconuts? Coconut 150 150 150 already? ココナッツが150円で売ってる。 OK、 ワン、安い、まあ、言うても600円ぐらいはするんやけど、いや750円か。まあせっかくなんでね、ちょっと飲んどきましょう。暑いなこれ。これで700円か。なんかここ座るやったらなんか金払えへん。めんどくさい、全部金かかるわ。観光地っていう感じやわ。この島はあんまおすすめせんな。金かかるし、なんかあんま愛すようないしな。やらかした。 GoPro を持って海に入ったら、ちょっとケースが開いてて、バッテリーのとこに水入ってるのか。ぶっ壊れた GoPro、 最悪マジ。ピピ島来てまで最悪な思い出できてもだ。また買わな。はい、ピピ島着きました。ということでね、今からランチだそうなんで、ランチ食べたいと思います。これがお昼ご飯です。バイキングでしたね。もう何が何か分からんけど、とりあえず全部入れてみた。いただきます。あ、うまっ。スープうまっ。マジタイ料理うめ、全部うめ。全体的にちょっと辛めやけど味濃いくて。これがピピ島です。あの山すごいな、迫力すげえ。
でね、あのマヤ湾っていうあの有名なところがあるんですけど、そこはね8月の間、あと9月もやったかな、なんか入れへんっていうことでね、今日はここまでですね。マヤ湾めっちゃ見てみたかったわ。ここで写真撮れるということで、めちゃめちゃ綺麗。この船の船体ね、太陽で出たらな、もっと綺麗やってくる。船の先端に乗ってなんか写真撮ったら映えるみたいな感じなんでね、ちょっと今から撮ろうと思います。インド人の方はこういう風に撮るそうですね。 OK ナマステ仲良しやなぁ何枚撮るねんっていうぐらい写真撮んねんけど、このインド人の方たち、ここでここでもうね、もうかれこれ30分ぐらい写真撮ってるんかな。その結果こんな感じです。センスない。めっちゃおもろい。とうとう海行った、とうとう。レッツゴー。携帯を海に入れてた。Oh my gosh。インド人陽気すぎやろ。あらあら。あれあれ謎のダンス始まった。おいおい、海でタバコ吸い出したぞ。めちゃくちゃやな、もうこれ観光地でバチボコにタバコを吸うインド人たち、めちゃめちゃおもろい。なんか急に泳ぐから写真撮れって。うわ、なんやこの動画、これを撮らされてんの。いや、おっそう泳ぐん。大丈夫か大丈夫か。これにてツアー終わりだそうです。マヤ湾は次見に行きたいな。ちょっとそれだけちょっとあれや、悔い残ってるわ。はい、ピピトツアーね、こんな感じでした。まあね、ちょっと時期的にあのマヤ湾に行けんかったんはすごい残念なんですけど、まあ、またね来ようと思います。マヤ湾行きたいなとか、なんかすごいいい時期に行きたいなっていう人は8月9月はやめた方がいいかもしれないです。今こっちは雨季の時期なんで、まあ、そのずっと雨が降ってるっていうわけじゃないねんけど、あの土砂降りで降ったりとかして海が濁ったりするから、ちゃんとシーズンを調べていく方がいいです。はい、てな感じでね、以上ピピ島ツアーでした。はい、よかったらね、この動画を参考にして皆さんもピピ島ツアー参加してみてください。ということでね、高評価、チャンネル登録、そしてね他の SNS のチェックもよろしくお願いします。ということで、じゃあ皆さんまた次の動画で会いましょう。じゃあほなまた、バイバーイ。